青番周回、3コーナーから4コーナーに向かいます。中部近畿が前、そして中段に南関東、後方車間を切るような感じ、3番の柳島、関東勢がどうでしょう、ドカンと行くつもりなんでしょうか。その3番の柳島がここで動いてまいりました。残り2周というところで3番の柳島が前を抑えて、これを見て新田が切り替えていきます。南関東は中段回り、そして6番手の常次、5番手まで車を下げました。中部近畿勢が後ろに車を下げて、前後布陣が入れ替わりました。そしてジャン前、ここで6番手の常次が一気のスパート、前では3番の柳島も応戦していく。さあここは踏み合いになってくるか。3番の柳島がここは前から駆ける展開、アウトを通って6番手の常次、中部近畿勢がやってくる。残り1周回、ここで柳島を捉えていって常次が先頭に変わりました。古賀が続いていく。3番手には松崎、あとは4番手の新田康人、新田が4番手まで上がってまいりました。逃げる6番手の常次、これで番手絶好。1番の古賀克弘、2番手車間を切っている、内をついたのが4番の新田。4コーナーを回ってくる。先頭は6番の常次先頭、最後古賀が捉えたか。